パウキポディアは、約5億年前のカンブリア紀に生息していた、ハーシ動物の一族。突起物を描いた、単調な姿を持つ、中国雲南省の墨エ動物群で見つかった、ポスポディアアナーマスという一種のみ認められる。学名、ポスポディアは、ラテン語、ポカスと、ギリシャ語、ポドスの合成語で、これは記載当初の本族の足が、ハーシ動物としては、 異様に少数の六体のみとご解釈されたからである。模式種の種庄名、アナーマスは、ラテン語で、非武装、無防備を意味し、トゲや甲側を描いた本種の姿にちなんでいる。パウキポディアの化石標本は、中国雲南省の古生代カンブリア紀第三期に、当たる堆積類層、すなわち、ミエ動物群が知られるマオチアンシャンシェールと、 海口芝棒村近くのアンシャンセクションのみから発見される。消化管の内容物が立体的に保存された場合はあるが、その成分は立体内容物の化石において一般的なリン酸塩化由来のものではなく、むしろ白キララと石英がほとんどでリン酸塩は1%も満たさない。同じ生息地のミクロディクティオンに似てパウキポディアの化石標本も エルドニアと共に保存された場合が多い。パウキポディアの化石標本のうち、チェンエトール1995に記載されたものは、中国科学院の南京地質古生物研究所、ホーエトール2004に記載されたものは、雲南大学の墨エ動物群研究機関に所蔵される。目立った突起物や甲側が一切なく、全中状の体に、 足が生えただけと形容されるほど単調な姿が特徴的なハーシ動物である。ハーシ動物にしては大型で最大の全身標本は体長1 0 6 9トルで横幅0 4 3トルそれを上回る1 2 5トル程度の個体由来と思われる横幅0 5 2トルの断片標本も知られている。全身の表皮は 細かな関係の筋に分かれている。頭部は単純な円柱状で、目や付属紙はなく、先頭の内部には、硬室の歯でできた後期を持つとされるが、正確な形態は、はっきりしない。それより、後ろの頭部は長大で、後方ほど幅広く、両腹側に球体の足が並んでいる。足は、前方の1体が、最も小さく、途中やや後方ほど最も長大だが、 ほぼ同じ構造の繰り返しで、各足の先端に一体の鍵ギ爪を持つ。旧追目の足の直後は丸みを帯びた尾が突出し、肛門はその先端にある。確定的な内部構造は、単調な消化管と、その腹側から、足まで枝分かれた対抗の痕跡が知られている。化石標本偉い JSP001 の一つの、足の内部には、対抗に連結した。 細い爪らしき構造体が発見されており、これは収納された先端の鍵爪、もしくは何らかの別の構造体だと考えられる。ホーエトール2004では、化石標本レクビュー1187に、中枢神経系と思われる痕跡があると示されたが、その本質は疑わしく見受けられる。鍵爪のある多くのハーシュ動物に似て、パウキポディアもそれを持つことにより、 ここには不向きで、むしろ、何らかのものを掴んで登るのに適したとされる。化石標本が、同じ生息地のエルドニアと共に埋蔵されることが、多いことにより、ヤツメウナギやヌタウナギのように、その生態もしくは意外にくっつけて、餌にしたと考えられる。同じ生息地のハーシュ動物ミクロディクティオンも、同じ理由で似たような生態があったと推測される。しかし同時に、 パウキポディアの消化管はしばしば堆積物由来の内容物に満たされるため、前述の肉だけでなく、時には堆積物の有機物も食べるという雑食性であったことも示唆される。多くのハーシ動物と同様、反節足動物におけるパウキポディアの系統的位置は不確実で、系統解析によっては一部のハーシ動物と共にあり、爪動物のステムグループに含まれる、もしくは、 そこから独立した別系統とされる。パウキポディアの単調な姿は、基盤的な反節足動物の祖先形質を反映、もしくは甲側が二次的に退化した結果と解釈される。パウキポディアは、チェニエトール1995で、マオチアンシャンシェール由来の化石標本をもとに最初に記載されたが、当時は6体の足と体の太い端のみ、発見されており、 足の総数は6体で少なく、太い端は、頭部と解釈された。チェニエトール2002では、海口由来の新たな化石標本が記載されたが、9体の足を持つため、従来の模式種ポスポディアアナーマスとは別の新種、ポスポディアハイコエンシスとして区別された。ホーエトール2004では、パウキポディアに対して、全面的な再検討を行われており、 チェンゲトール、1995の6体の足を持つ、標本は頭部をかけた不完全なもの、チェンゲトール、2002に P ハイコエンシスとして区別された、足球体の標本は、P アナーマスの全身、チェンゲトール、1995に頭部と解釈された、太い橋は、ビブ、本当の頭部は、全身標本の細い橋に当たると示された。リューダンロップ2013は、 法へ通る2004の見解を否定し、チェーンへ通る2002の2種説を支持していたが、1種説の方がそれ以降の文献記載に広く認められる。ありがとうございます。